こんにちは、永田まつりです。今回も私の動画をご覧いただきありがとうございます。国家債務が雪だるま式に増えて歴代最高を記録し、相次ぐ補正予算で借金大国となっている韓国ですが、利子が12兆を超えたようです。それではニュースを見ていきましょう。それではニュースの詳細です。今後、政府が背負わなければならない国家債務の利子が雪だるま式に増える見通しだ。最近、金利が急速に上がり、ムンジェイン政府が国家債務を急増させた余波と分析される。国会予算政策書の2023年度予算案総括分析報告書によると、国家債務の利子は2011年から2020年までは16兆から17兆ウォン台を維持してきたが、昨年は19兆2000億ウォン、今年は18兆8000億ウォンに増える。そして、来年からは、金利の引き上げの影響が本格化する。政府の利子の支出額は、2023年22兆9000億ウォン、2024年25兆8000億ウォン、2025年28兆5000億ウォン、2026年30兆9000億ウォンに増加し、わずか4年間で利子が12兆1000億ウォンも増える。来年だけでも本予算の約 3.6% が利子を返済するのに使われるのだ。国が法によって必ず支払わなければならない義務支出341兆8000億ウォンに対する割合は、これよりさらに高い 6.7% だ。まずこれは国債の平均調達金利が上がったためだ。2020年 1.39% だった調達金利が昨年 1.79% に上がり、今年8月末基準で 2.95% に跳ね上がった。韓国銀行が基準金利を引き上げ、市場金利も一緒に上がった。世界的な金利の引き上げ基調によって、今年末と来年にはさらに上昇するものと予想される。ここに利子負担を発生させる国家債務自体が大幅に増えた。文政府発足から財政の拡張基調が続き、2017年に660兆ウォンだった国家債務は、今年は1000兆ウォンを突破する見通しだ。国家債務の 89.8% は国債で構成され、昨年基準で国家債務の利子支出のうち 92.4% が国債の利子費用だった。来年の世界的な景気低迷で韓国の成長率が1から2% 台にとどまると予想されており、税収の確保に赤信号が灯った状況で利子まで増えれば、政府の財政余力がそれだけ減少することになる。企画財政部は3から10年物の国債の発行規模を減らし、相対的に金利が上がっていない30年物や50年物の国債の発行を増やす方式で利子の負担を減らそうとはしている。それではネットの反応です。ムンジェインがこの国を借金に追いやった。彼が5年間でしたことは、借金をたくさん増やしたことだけ。国民の力は大統領室を移転するのに15億ウォンも使うんだって。選挙を頑張らないと。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントいただけるととても嬉しいです。皆様の応援で頑張れます。チャンネル登録、高評価お願いいたします。また次回の動画も見てくださいね。